番号52番から60番までの市は準備。白井さんの麓の方にですね、引かれた牛の中から50頭だけですね、この大井県この近くで高尾さんっていう農家さんですかね。で規模はもうかなり大きいです。まさに時に最初の方に松阪市としての PR の動画を流していただくと思うんですけども、あの時この子らが報告していただいて結構みんな懐いてますんで、餌をやる前にやっぱりその糞の状態で大丈夫なってたThank you.